何を持ってきた？それで今日はいつもより安くしてやる。新しいのを調達しておいた。そいつでいいのか？分かった、持っていけ。そいつで。ああ、分かった。そいつでいいの？分かった、持っていけ。間違いない、分かった、持っていけ。間違いない、やめるんだな。そいつ。ああ、分かった。用は済んだのか？また来い。どうする？今日はいつもより安くしてやる。役に間違いないか？ああ、分かった。そっ、じっくり選ぶといい。間違いないか？ああ、分かった。そいつで。分かった、持っていけ。そいつでいいのか？ああ、分かった。間違い、じっくり選ぶといい。用は済んだのか？じゃあな。
あの、それは。おはようございます。体験学習の皆さんは裏口からお願いします。制服をお渡ししますので、着替えたら業務開始です。そっち終わったら外にゴミ出しをお願いできます。おはようす。いや、お疲れ様です。制服似合ってんじゃん。そういや、お前もここだったな。あ、いや、体験学習、実は俺もここなんだけど、残念ながら出遅れたっつーか、派手に寝過ごしたっつーか。はぁ、マジやっちまった。いきなり遅刻ってやばいよな。絶対怒られるよな。ここでバイトしてるやつに聞いたんだけど、店長すっげえ厳しいらしくてさ、俺店入りたくねえ。どうしよう。もしかして一緒に謝ってくれる的な。お前ほんといいやつ。いや、いくらお前がいても寝坊したとか言えねえ。待て、最初からいたことにすりゃいいんだ。ここで着替えてしろっと中入って、お腹痛くてトイレにこもってましたみたいな。な、頼む、俺の分の制服取ってきてくれ。何でもおごる、宿題も見せる。ま、マジ？俺お前に一生ついてくわ。パッと入ってささっと服の下に隠せばバレない。いたいた、ちゃんとやってる。つうか、なんで私が2クラス分も見回りなのよ。こういう時だけ若手扱いしやがって。生徒に愚痴ってもね。まあ2人とも問題なさそうでよかった。ちょっと友近、なんでまだその格好なわけ。待って、まさかこれはその少しだけ寝坊しちゃって。嘘でしょ。時間厳守ってあったけ言ったじゃない。はあ、無断欠席の次は遅刻かよ。どうしてこう私のクラスばっか。え、バックれたやついるんすか。それは人としてどうかと思いますね。で、誰ですか。仲間見つけて喜んでんじゃないわよ。それよりお店には連絡したんでしょうね。あ、いや、タイミングが合わなくてですね。まず連絡が常識でしょ。
信じらんねえ、クレーム確定だわ。今すぐ謝りに行きなさい。今？それはちょっと、こっちにもいろいろ準備が。何よそれ、せこいこと考えてないでしょうね。うあんたさ、自分が悪いことした自覚ある？仕事に穴開けて店長たち心配させて、社会人だったら一発アウトよ。いい？ちゃんと叱られてきなさい。はい。いや全然、けど悪いのは俺だから。落ち込むくらいなら最初から遅れんじゃないわよ。謝るときはね、次からこうしますとか宣言しとくと好感度上がるわよ。とにかく誠意とやる気を見せること。言い訳は禁物、わかった？なるほど。そんじゃ行ってくる。また後でな。あとでこっちからも謝罪の連絡入れとかないとね。あ、そういえばあなた、イオリから何か聞いてない？ああ、何もないならいいの。ただのサボりなら頭狂ってだけ。こっちの気も知らないで。せめて連絡入れろって言っといて。それじゃあ私も行くから、勤労の喜びをしっかり噛みしめなさいよ。いた。やあ。へえ、様になってるね。本職の人と見分けがつかないよ。ご注文をどうぞってすっかり馴染んでるね。そのままここで働けちゃうんじゃない？君は変わりないみたいだね。新作セットで、ポテトはチリガーリック、ドリンクはコーヒーで、あとスマイルもよろしくなんて冗談はさておき、実は少し気になることがあってさ。おーい、店長が休憩入れって。あれ、望月じゃん。君もここなんだね。お疲れ様。僕のところ早く終わってさ。なんだよ、冷やかしか。店内でナンパとか始めんなよ。こいつほんとモテるからな。俺らの敵だよ、敵。ちょうどよかった。友近くんにも聞いていいかな？何？今暇だし何でも聞くぞ。だから今さっき休憩入れって言われたんだよ。ほら休むぞ。テーブル拭きやめ君たち仲いいんだね。それじゃあ何か買ってこようかな。先に席座ってて。そういや俺、店長からナゲットもらったから持ってくるわ。意外と話せるよな、あの店長。顔は怖いけど。これだけあれば足りるよね。いいね、ジャンキーだね。これぞ男子高校生って感じじゃん。で、聞きたいことって？純平くんのことなんだ。イオリ？体験先一緒だったんじゃねえの？純平くん、ずっと顔を見せなくて、今日やっと来たから少しだけ話をしたんだけど、彼、何かあったのかな？
それはそうなんだけど、聞けなかったっていうか、どこか無理して悲しさとか苦しさを押し殺してるように見えたから。望月、お前ほんと腹立つやつだな。え、ごめん、どうして？イケメンのくせに友達思いのいいやつとか、俺らの立場がねえじゃんなあ。てか俺も事情は知らねえけど、イオリもへこんだりすんだな。そりゃそうだよな、俺ら思春期真っ只中だし。とりあえずそっとしといてやろうぜ。こいつが同じ寮にいるんだし大丈夫だろ。俺もこいつにいろいろ世話になってさ、立ち直れたりしちゃったわけよ。しばらくすりゃいつものあいつに戻るって。そうだね。ま、今度カラオケでも誘ってやるか。お前が心配してたって言っとくよ。ありがとう、友近くん。うわ、もうこんな時間じゃん。俺先に戻るわ。つか全然食ってねえけど。望月、あとは任せた。さすがにこの量はレジで包んでもらおうかな。確かに純平くんならすぐ元気になってくれる気もする。君もついてるしね。彼の一番の友達だろ。できることは協力する。でも羨ましいよ、僕にはそういう相手いなかったから。いなかった？今は。ああ、ごめん、なんでもない。純平くんがあの様子で、もしかして君もって思ったけど、元気そうでよかった。僕嫌みたいだ、君が友達が悲しい顔をするのが。長くなっちゃってごめん。またね、仕事頑張って。
おはようございます。こちらエリザベスでございます。またしてもタルタロスに迷い人がいらっしゃいますのでご連絡差し上げました。今回は2人のようです。お早めの捜索をお願いいたします。それでは失礼いたします。ここでの作法が知りたいんだ。守るべきマナーはあるのか？これを全部か？みんなそうするのか？やってみよう。では食べるぞ。いただきます。これは面白い味だ。はじめは変わった味だと思ったが、相当に深い味わいだな。うん、なかなか美味しい。料理長。料理長？ああ、俺のことか。素晴らしい味だ。こんな感動は久しぶりだな。ブイヨンには何を入れているんだ？ブイヨン？なんだよそりゃ。とにかく味の秘密ならそりゃ言えないよ。お嬢さん、うちはこれ一本で飯食ってるんだから。秘密というわけか。それなら言わなくていい。しかしこれで飯というのは、これと一緒に白米も食べるわけか。なるほど、奥が深いな。あ、いや、そういう意味じゃ。まあ、いいんだけどさ。しかし、これほどのものなら特許申請して使用料を取ったりできるんじゃないか。あ、すまない、つい興味が先走ってしまった。一度こういうものを食べてみたかったんだ。あ、私はおかしいか？そうか、来ようと思えばいつでも来られるんだが、一人だとなかなかな。また来たいな。我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出したり、何時女帝のペルソナを生み出せした時、
我らさらなる力の祝福を与え。もうこんな時間か。そろそろ出るとしよう。少しは元気を出せ、純平。分かってますよ。で、なんすか？用って。病院からだ。それ、千鳥のスケッチブック。彼女の病室にあったものを整理していて、それが見つかった。代わりに頑張んなきゃって。分かってるけど、やっぱきついな。ねえ純平、見てもいい？どうせ理解できないぜ、千鳥の絵はさ。これってすごい上手。ほんとすごいじゃん。どこが理解できない絵よ。あ？ね、これ純平さんの顔を克明に描写してるでありますね。ひどり。純平。塞いでんなよって言われてるみてえ。俺、影時間を消すために戦うよ。今までちょくちょく突っかかったりして悪かったな。ちっとだけ悔しいけど、でもお前の力頼りにしてるぜ。であります。ねえねえ、なTo the sound that goes around and round and round and round. She said, Hey, 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 feeling the
るわよ。うんうん。やるじゃない。ありがとう。バイ。会場に92秒、前より改善であります。体表温度 36.2 度、平熱。これなら朝にはすっかり治っていますね。冷凍庫で枕を凍らせておきましたが、どうやら不要であります。長居するとまたゆかりさんに叱られてしまいますね。日の出まではまだあと4時間12分、朝になる前に抜け出せばいいでありますね。もう少しここで見守るであります。収まるまで。
発作が出ただけ。過ぎ去れば何ともないよ。楽になってきた。ありがとう。薬をやめたんだ。どうせ治りはしない。痛みと発作を防ぐだけの薬だ。薬を飲むとひどく眠くなるし、手が震えて字が書けなくなったりするんだ。僕は書かなくちゃ。物語が完成しないのは、僕が僕の生きた意味を見つけられないから。迷っては書いて消して、もうずっと最後を探してる。君といるとわかる気がするんだ。君が僕のためにここにいてくれる。それが意味のあることみたいに思えて、僕はきっと生きたい意味を探すために書いてるんだ。書き終わって生きた意味を見つけたら、まだここにいてほしい。僕のためにもう少しここに。落ちてきてしまったね。また会えることを祈って、今日は別れるよ。あ、おかえり。そういえば、冷凍庫で保存して、さっきそこで引いて使いました。あとお湯の温度とか、注ぎ方にもコツがあって。はい、高い豆はたくさんは買えないから前のやつで練習しました。飲むのが大変でしたけど、牛乳と砂糖をたくさん入れてとにかく飲んでみましょうか。よろしくお願いします、先輩。苦かったんですけど、それだけじゃなくて甘みとかコクっていうか、ちゃんと味が感じられたかも。入れ方と豆でここまで変わるんですね。あと香りもすごく良かった。なんだか懐かしいような。先輩ありがとうございました。先に休んでください。この感覚を忘れないうちに、もう少しだけ奥で練習してきます。また機会あったらお願いしますね。
にトイレ。今日も練習でだいぶ飲んだから。いい高校なんだがね。わかるか？素晴らしい。楽しみにしております。ご用件を伺います。これまでの歩みでございます。こちらのペルソナですね。こちらでよろしいですか？内なる力を受けたまわりました。またのお越しを。なるほど、中はこうなっていたのか。意外と狭いんだな。バカにするな。言いたいところだが、正直よく知らない。 CM を一度見たことがあるが、まさか本当に気づかぬとはな。まったく自分に呆れてしまうよ。
こういうものに疎いのは私の弱点なんだ。君のおかげで正直助かった。しかしこれだけの食材を使ってこの値段で採算が合うのか、原価を知りたいところだな。あ、すまない、また興味が先走ってしまったな。こういう場所に来たいと言ったのは他でもない。実は君に対して個人的に礼を言いたくてな。我々は今本当の意味で試練に立たされてる。ここまでなんとかなってきたのも仲間に恵まれたからだ。君には特に苦労をかけている。感謝している。それだけきちんと伝えたかった。話が長くなってしまったな。冷めてしまっては調理したものに申し訳ない。ではいただこうか。あ、おかえり。遅かったね。もう涼二君帰っちゃうんだって。あ、こんにちは。寒くなってきたけど風邪とかひいてない？ここたまに寄らせてもらってるけど不思議と君とは合わないよね。じゃ僕帰るから、またね。じゃあな、リョウジ。今のリョウジさんでありますか？うん、今ちょうど帰ったとこ。彼なぜここに？純平と仲いいみたいだからね。旅行の時ぐらいからよく絡んでたし。ここへは部外者を入れてはいけないんじゃ。遅くならなきゃいいってよ、霧城先輩言ってたぜ。まあ心配ないと思うけど。彼は危険です。え、危険って？涼二君が？確かにそれは否定しないけどね。初対面でミツル先輩を口説いてたし。でも涼二君と話してるの見てたら、純平君だいぶ元気になった感じがする。まあなくしたもんばっか見ててもな、戻るわけじゃねえからさ。戻らないものですか？あ、どうした愛ちゃん。いいですね、それ。なんだか羨ましいです。私、機械なので生きてるってよくわからなくて。そうか？実際あんま変わんないだろ。でも私は生きてるというより動いてると言った方が正しいです。活動の限界が来ることもありますが、基本的には直せますし。まあ確かにみんながアイギスみたいなら死ぬ心配とかはないのかもな。あー、やっべえ、長話してらんねんだ。これ課題山ほど出されちまってしばらくサボった罰だってよ。まあしゃあねえわな。純平が勉強なんて雪が降るかもね。じゃあ今日はお開きにしますか。私は命なんてない方がいいんでしょうね。兵器に替えのきかない命があったら使いづらいですから。でも私、命が消える悲しさはわかる気がするんです。あなたに万一のことがあってそばにいられなくなったらと思うと。あなたはアイギスにとって特別な存在。どうしてかわからないけどいつもそばにいたいって思う。だからこれからも私、あなたをずっと守りたい。あ、ごめんなさい、お疲れのところ呼び止めて。短い間にいろいろありましたから。
私も部屋に戻ります。おやすみなさい。望月良二、彼は危険な存在。この嫌な胸騒ぎは何だろう。私は機械、死ぬこともないから、みんなを悲しませることもない。私が何とかしないと。誰かが泣くのはもう見たくないから。茶受けの方も好きにつまんでくれ。今日誘ったのは日頃のねぎらいと、君に尋ねたいことがあったからだ。君には入部早々リーダーという大役を担ってもらっているが、何か困りごとなどないか。あるなら遠慮なく教えてほしい。そうか、よかった。しかし、君のその落ち着いた物腰にはいつも感心させられるよ。カップが空いたな。おかわりはどうだ。こんな時間か。ずいぶんと遅くなってしまったな。では、そろそろ休もう。片付けは任せてくれ。今日は話せてよかった。また檻を見て誘わせてもらう。それじゃあ、おやすみ。もしもし、私です。夜分にすみません。その先日来の彼女の扱いですが、やはり調べていただく形でお願いします。体に特徴があれば親族を見つけてやれるかもしれませんし、それに私は彼らストレガの裏にもキリジョンが行った何かの罪があるように思えてなりません。気づいてしまった以上、伏せて葬ることの方が冒涜であるように思えます。無論責任は全て私が。今、なんと象徴か、遺体がですか。ですが、あの晩の検視では確かに。わかりました。すみませんが、詳しいことがわかるまでこの件他言無用にお願いします。また変化があるようでしたら。はい、お願いします。では。とにかく、しばらくは静観して事態を見極めるしかないか。
やあ、ありがとう、来てくれて。いや、なんだろう、突然何かにせき立てられるような気持ちになって、君に会いたくなったんだ。君と話をしなきゃって。でもごめん、何を話せばいいのか自分でもよくわからない。だから今日は君にお礼を言おうかな。君と会ってからそんなに時間が経ってないけど、僕は君と関わることでたくさんのことを知れた気がする。そのお礼さ、いつも本当にありがとう。学校や街を歩いて、君や君の周りにいる人とも話をして、一緒に旅にも行けた。あれは楽しかったな。新しいものに触れたり、できることが増えたりするのはとても面白いよ。こんな風にね。面白いことを言うね。もし君と連弾できたら素敵かも。でもそれはまた別の機会に。京都で見た恋人同士とか、寮にお邪魔した時の君たち、誰かとつながるって、ああいうことなんだろうね、きっと。一緒に何かを乗り越えたり、励ましたり、励まされたり、お互いを理解してようやくそうなれるんでしょ。僕は君のことを大切に思ってる、友達になろうって言ったけど、それ以上につながりたいと思ってる。君はどう？やっぱり自分でもよくわからない。でも僕は、あれ？リーダー？ごめんなさい、邪魔しちゃった？廊下を通りかかったらすごく綺麗なピアノの音がしたから、そばで聞いてみたいなって思ったんだけど、誰が弾いてたの？リーダー？それとね、気のせいかもしれないんだけど、この部屋から涼二くんの気配がしたような。一緒じゃなかった？リーダー？おかえりー。